ゴルフの名門セントマスターズ女学園。ここには将来トップゴルファーを目指す少女たちが集まる。DJ ゴーゴーバーディーチャンス99から102学園、スーさん、黒金さん、いらっしゃい、よろしくお願いします、のような気がします。パーソーさん、よしべさん、いらっしゃい、ほい。バディチャンス、おいおい、黒金さんがレベルです。プルンプルン、アランプロソダニさん、おいおい、よいしょ、はい、じゃあ行きましょう。ワコツーシャドルさん、いらっしゃい、今日もナイスショット決めてこう。ナイスショップ、農協牛乳さん、ありがとうございます。さあ、試合ですね、今ね。よし、対抗センター、用意はいいか、高木、行くぞ。なんか派手ね、すごいや、圧倒されちゃう。14個目さん、クラスおじさん、いらっしゃい、対抗戦すんの。ワコックス、今日も気づいた、農協牛乳さん、いらっしゃい、伸びてます、なんかマスコミ関係まで来てるわ、ね、なちえちゃんついてきてる代表じゃないのついてこれてるんだ、ほんとだ、ロイヤルデューティーさんがいる、学園の対抗戦なのになんでこんなに、嘘でしょ、はぁ、もう緊張してきちゃった、どうしよう、こんなことなら出ようと思うんじゃなかった、こら、そんなこと言ってると神崎さんに怒られちゃうわよ。さ、早乙女さん、今回は特別ね。まあ毎年この対抗戦は注目されているけど、ここまでではなかったわ。こうまでされると私もちょっと緊張しちゃうわね。早乙女さんが、早乙女さんからそんなこと言われると、10番号くされちゃう、ほっとしちゃう。神崎さんだってあんなに下手なの見て用意していたのよ。そうよ。人を化け物みたいに言わないでよ。私だって一応普通の女の子なのよ。失礼したのね。ごめんなさい。上里敏樹さんがあれです。冗談よ。でも今回は本当にすごいわ。みゆき、頑張るのよ。ありがとうございます。早乙女さん、頑張ります。いい気なもんね。神崎さんが選ばれていたら。にこやかな顔して辛辣な美咲ちゃん。私たちもこんなプレッシャーを受けなくて済んだのに。美咲先輩、私、でも一生懸命頑張りますから。あんたみたいなのがいくら頑張っても無駄なのよ。コーチが何を考えてるかわかんないわ。
私はもう行くわ。自分のことで精一杯だからね。面倒を見つめないわ。辛辣な美咲ちゃん先輩。みゆき、落ち込んでちゃダメ。笑顔でこういう話をするんかい。笑顔で神崎さんに怒られちゃダメと違って辛辣。早乙女さん、ありがとうございます。なかなか元気ね。出た。新行寺さん、早乙女さんの優しさがしみるぜ。あなたが1年生で対抗戦に選ばれた子。元気じゃない。その格好でゴルフするんですか。早乙女さん、これはどういうこと。今年こそあなたとの決着がつけられると思ってたの。いや、高校生です。高校生、女子高生ですよ。この大切な対抗戦で1年生なんて、こんなのが出場するってマスターズ学園ももう終わりね。対抗戦も今年限りかしら。コーチの決めたことよ。それにこの子はあまり軽く見ない。あまり軽く見ない方がいいぞ。あなたや私にはないものを彼女は持っているわ。そう、それは楽しみね。試合でそれを見せていただくわ。その一年生、私とのラウンドですもの。せいぜい頑張ることね。それじゃ。ベイカーズフィールド学園のキャプテンよ。新行寺春。小さい頃からゴルフの天才少女って騒がれ。新行寺さん、制服はどうしたんですか。新行寺さん制服はないみたい。30個で正確なショット、機械のような冷静なゴルフをする人よ。2年連続で私と当たって、今のところ一生いっぱいよ。早乙女さんと一生いっぱいですか。すごいですね。じゃあ早乙女さんと回ってよ。何のひなことしてるね。早乙女さんと決着をつけるために待とうがにゃない。32個目されて。あなたが彼女と当たるの。服装に関しては自由ですね。今回こんなに報道陣が多いのはほとんど彼女目当てなの。去年私に負けて海外留学、その行っていた先でもかなり活躍していたみたいだ。私の留学先にも彼女の噂は聞こえてきていたわ。もう十分プロとしてやっていけるって。しかもトッププロでね。私そんな人と戦うんですか。でも海外で活躍したゴルフが目の前で見れるんですね。すごい、ワクワクしますね。どんなゴルフなんだ。みゆき、あなた。じゃあ神崎さんじゃ話にならないじゃないですか。彼女とみゆきの対戦、すごく面白そうだわ。神崎さんたちは行きましょう。頑張るのよ、みゆき。35個目されて。はい。そういえば、ヘキルさんが2年半ぶりに新曲を出したんですね。今でもね、活躍されたヘキルさん、の声ですよ。そろそろ始まるぞ。対抗戦は9ホールのストロークプレーだ。学園の代表3名同士がそれぞれ対戦し、2勝した方が勝ちだが、全勝するつもりでいけ。いや、全勝しなければ意味がない。行くぞ。はい。そう、前向きですよ基本ね。さあ、ホールナンバーワンパースリー、155ヤード。ダン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 。うわ、風が8メートルある。145。ちょっと流れるから。こっちかな。この方かな。全86あるな。86、9ホール。10、
行こうあったら結構で。よし、ここ行こう。撃ちます。期待してください。なんだ。おし、バッチリ。おお、いいじゃない、いいじゃない。グリーンオンしました。パッチングは任せてください。イーグルエドラン。よし、これパー3だからバーディーですね。はい、オッケーオッケー。やってみるもんよね。攻めてみてよかった。よし、バーディーか。パー5、ここはイーグル狙えるよ。風4メートル。まっすぐ飛ばしてよ、まっすぐ。ここは気合、1打目は気合は使えないよ。でん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 。お、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。アルバトロスにいる。コーチ、フェアウェイキープです。次の指示お願いします。よし、よお、いいじゃない、いいじゃない。あ、ちょっと、ちょっと良かった。よし。オンできなかったか。コーチ、フェアウェイキープです。次の指示、お願いします。猫じゃらしさん、いらっしゃい。60だな。ここそんなにないから。チップスター来いよ。チップスター来い。惜しい、チップでイーグル、イーグルは聞けたのに。惜しい。惜しい。グリーンオンしました。パッチングは任せてください。ハムスター効果が、ハムスター効果が。よっしゃ、でもバーディーバーディーいいじゃない。やってみるもんよね。攻めてみてよかった。あれ、向こうボギーじゃない？オッケーオッケー、いいよいいよ。パーボギーできてる。いいよいいよいいよ。マッチプレイじゃないんだね。ストロークプレイだよね。プロ注目出したことなくね。いいよ、このリードを広げていこう。マッチプレイだったら今だな、これ。追い風7メートル。こんばんは、コップ。森さんが一番だね。多いじゃない。コーチ、フェアウェイキープです。次の指示お願いします。よし、229。うわ、追い風か。追い風始めてる。じゃあちょっと今度3番目に行こうか。多いじゃない、もういいじゃない、いいじゃない。ここはイーグル狙いたいね。ここはグリーンオンしました。パッチングは任せてください。スオ止め引かれた。ありがとう。さあ、普通を止めて。そんなにでもずれないよこれね。ここはちょっとパーと。バッティングと変えないんだって。ここで使えるか。コーチ、気合はどれだけ。何か本部みたいな人からの広告ですね。森さんが一番あれです。コーチ、任せてください。任せください。あー、外してる。嘘だろ。うわー、惜しかった。
あ、嘘、これ外すのかよ。うわー、ちょっと強、あ、強めの方が良かったんだっけこれ。うわー、うわ、今の外すと思わなかったうわー、イーグルがパーになったうわー、でも向こうパーじゃない。うわー、これさあ、つけたチャンスだったねな。パー3、お、ここはちょっと気合い入れて、うわー、ちょっと待ってこれ、下手したらあれだね、落ちちゃうね。1番で下を打って、ツーナーさんにして、ちょっと弱めぐらいがいいのかな。こっち、あれ、バディやり合いはどれだけ。56コンテージ15、20、ここは気合いだろう、全てをかけて打ちます。よし、あれ、飛んでない、全然飛ばないじゃん。うわー、あれ、ボタフラペないこれ。マジか全然飛ばなかった。風3メートルであんなにあれなの。あら、安全電気は沈むんだ。やってみます。まあ、でも直接打とうよこれ。ドーン、ちょっとパワーで、あ、まだだ。でもこれウォーターハザードないねウォーターハザードないわ。このでもハザードがない。この石を呼ぶぞ。行きます。よし、またエース、あの、このか全開で大丈夫だじゃなかった。あー、行き過ぎか。ちょっとこっちかな。よし、このぐらい大丈夫。ちょっと読めないんじゃない。読めない。だーし、崩れちゃった。うわー、崩れた。バッティングうまいね。うわー、追いつかれたダブルボギーが痛かった。あのイーグルをやられたのが痛いな。取り損ねたのが。ナイスリカバーだったと思って行きます。よし、行きます。無風状態。ナイスショット。対抗戦の時、あの、あ、そう、代表決定戦の時より見違えてるね今回は。うわー、木の予感次の獅子お願いします。木の予感がする。大丈夫、木にかからない。いけるって。笑、あ、よかったよかった。ちょっとずれたね。パワー使った方が良かったか。気合いを。ラフに入っちゃった。なんとかなりました。鈴野さんがりです。頑張れ。はい。ありがとうございます。
ちょい上でもいいね。起きたー、起きたチップスターだー、チップスター。すごいよね、攻めてみてよかった。食べたその日から。うまい、パチパチパチ。うーん、イエス。よし、また1打差リード。イエス、バディフォーユー、バディフォーユー。先に回っていたサーズメと美咲の結果が分かったぞ。ありがとうございます。さあ、乙女は勝ったが、美咲は負けた。美咲は負けだ。今のところ一勝一敗だ。美咲あんな大口叩いてたのに負けてるぞ。美咲ちょっと今どんな気持ちいいって言ってやれ。勝負はお前の試合にかかっている。わらわら、あれだけ偉そうだったのに。あれだけ偉そうだったのに。その顔はどうやら結果を知ってるようね。おう、新規着替えてきたのか。やっぱあの格好でゴルフしないよね。ちゃんと一勝一敗、あなたと私の勝負で決まるわ。この試合落とすわけにはいかない。このドヤ顔である。まるであいつマジかよ。ましてはあなたみたいな1年生にはね。ここまで検討してるけど、これからよ。次のホールから見てて。何、今のは。今まではちょっと手を抜いていたのか。ジャンボ大崎のホールインワンさん、ありがとうです。ちょっと刻んでいった方がいいんじゃないかな。ホールナンバー6。バディチャンスフォーミー。風がないね。ダンツノン。お、うまい。お、いいねいいね。問題は次超えられるかだね。あそこ81個目されちゃい。180だ。フェアウェイキープです。大丈夫か。次の指示お願いします。184、お庭ぴったり。ジャンボさんのお弟子さんが女子プロツアーで活躍中ですから。気合はどれだけ。ここは20個。すべてをかけて打ちます。バーディー。あー、嘘だろ。超えられないの、あれ。超えないのかよ。ドッキャー。うわー、やってしまいましたな。すべてをかけて。あー、下打った方が良かったのかな、これ。下打ってオーバーさせた方が良かった。うわー、気合を入れたのに。うわー、あー、下打った方が良かったのか。なんか高いんだ、高いか低いか分かんないんだね。コーチ、コーチ、確認だ。いや、これメモ取ってないですね。お願いします。あのイベントのしゃ、あのイベントのスクショばっかりブロマガにあったのは。これボギーで済まさないとね。バーディーチャンスフォーミー。ちょっと強めに打ったのがやめた。グリーンオンしました。パッチングは任せてください。なるほど。うん、サードパッティングうまいね。崩れちゃった。次で挽回しないと。ダブルボギーか。逆転された。まだ分からん。
試合があと20か。追い風4メーター。バディちゃんフォーミー。あぶねえ。バンカーすれすれ。コーチ、フェアウェイキープです。次の指示お願いします。追い風だから67でもいいかな。ちょっと上。待って、406か。1ぐらいって言った方がいいよ。あ、飛ばない。うわ、もうパワー上げた方がいいのかな。あれってちょうどにして、ちょうどに、コーチ、ちょうどよりの時はあれだね、もう上げた時は上げた方がいいのか。さっきはこれで失敗したからね。そのまま、いやー、サンドエッジは弱めの方がいいんだね。バディチャンスフォーミー。うん、パッティングうまい。おいおい、パーパーパー。パーです。次はバーディーです。園田少年さんが例です。同点じゃないや、トータル1打負けてる。ここでバーディー欲しいね。オラタン客、バーディーちゃんフォーミー。まあまあいいや、オッケー。ホイホイ。転がらなかったね。コーチ、フェアウェイキープです。次の指示お願いします。背景レーガ道路よくありますね。確かに生徒にウッドマンはいませんか。ジャンホイユウッドマンはね、いないから安心して。あー、惜しい。コーチ、いやー、お願いします。ここは入れたい。謎の11月のゴルフ賞金ダメだぞ。なあ、転がらない。よう見たのがいけなかった。グリーンオンしました。パッティングは任せてください。謎の11月の賞金はやめてよ。うわー、2打差になった。ここでイーグル取れるか。あ、でも勝てるね。やり直したら勝てるね。これ勝てそう、やり直したら。これ負けても進んだっけ。どうだったっけね。俺たんかくバディちゃんフォンビー。
パー5でイーグル取れたのを取り損ねたのがまだかった。コーチ、フェアウェイキープです。次の指示お願いします。うわ、12メートルだよ。ひどいな。すごい風だ。ハグストーリーがもしもこれだったら、お、いいところ。もしもこれだったらスロットがないね。フェアウェイキープです。次の指示お願いします。ほら、断脚バディちゃんフォーミー。うわー、これ上で転がした方がいいな。クイーンセルなんて上打って転がした方がいいね。あー、惜しい。2打差だ。人気が3下がりました。負けた展開見てみよう。ごめんなさい、神崎先輩に申し訳なくて。それとせっかく対抗戦に選んでくれたコーチにも、学園のみんなにも。高木さん、仕方ないわね、みゆき。だって、だって、乗馬時の運だ。悪ないんだよな。どうだ、仕方なくはないぞ高木。おい、緑髪てめえは何もないのか。まだまだ努力が足りなかったんだ。全てはコーチの責任だ。神崎に勝ったことで少し甘えが出たようだな。今日は少しもお前らしいゴルフじゃなかったな。対抗戦に負けられないという気持ちは大切だが、そのことがお前からお前らしい楽しむゴルフというのを忘れさせていたんじゃないかな。では工場的にだ。今日のあんただ。私が出てた方が良かったみたい。いや、お前が出てたらフルボッコだ。全然あんたらしいゴルフじゃなかったよ。全然楽しそうにゴルフしてなかった。そうかな。私と戦っていた時はもっと違ってたさ。いい1年生が入ったじゃない。新行寺さん。悪いけど。今日は全く負ける気がしなかった。嘘おつ、嘘おつ。いいのは思ったみたいだけどね。まだ努力が足りないわ。途中までリードされてた。あんなテオリー通りの攻め方をして私に勝てると思って。お前どんな攻め方してたんだよ。今日のようなあなたのゴルフから私は絶対に勝ってたらどうなってましたか。ライト変わらないだろ、スコア的に。どうもありがとうございました。次に戦える時を楽しみにしています。高さんいらっしゃい。これは次の対戦が楽しみです。せいぜい頑張って。でも当分対戦はできないわね。多分今度会うときはプロの世界ね。当然あなたもプロを目指すんでしょ。私はまた留学するわ。また留学するの。今帰ってきたいないの。新しいゴルフを見つけるために、プロを目指すために、それもトッププロをね。早乙女さんもそうでしょ。逃げるんですね。逃げるのかよ。やるからにはプロを目指すわ。そうよね、早乙女さん。あなたとの決着はまだついてないのよ。あなたとの決着はプロの世界でつけるわ。自分のやりたいゴルフを見つけるため。高木さんでしたっけ。逃げるんだよ。あなたにはジョジョだ。練習しなくてダメよ。プロの世界は厳しいわ。ましてや今日のようなゴルフをしていてはダメ。このままでは絶対私には勝てない。いや、勝てそう。やり直したら勝てそうだって。じゃあ約束してくれますか。私もプロになれたら
もう一度戦ってくれるって。そうね、プロになれたら嫌でも戦うことになると思うわ。だから頑張って練習することね。それじゃ、プロになる前にこの後またやるから。第3話学園トーナメント開催、ナンバーワンは誰だ。なんて格好して寝てんだよ、まったく胸はだけちゃって。コミさんやさい。神崎さんも怒ってたな。楽しんでなかった。イベントそのまま進むタイプか。なんか負けてません。コミの部屋なんですよね。コミさんの部屋です。なんて素晴らしい。これみゆきの部屋だよね。仕事か。お、行っちゃう。びっくりした。もう行っちゃうとか思っちゃったら、あ、めいっちゃうね。なんだなんだ。いやいや、まだやってないよ。サウトメさんも新行寺さんも。今これはあのコーチが部屋に仕掛けてるあのドローンで、ドローンで見てる。ちゃんと練習してるからね。コーチの特別特訓後なんですよね。私なんてやっとショットがマシになったってとこだもんね。今日はでもよくマシなのショットが多かったよ。嬉しかったな。サウトメさんといっぱいお話できちゃった。乗り込む宇宙から帰ってきて、部屋のベッドに寝転がる気になったな。今日はコーチもお休みくれたし、どうしようかな。久々にチエでも誘って街へ行こうかな。バディチャンスコンビ。チエいるかな。盗撮、それ犯罪。いやいや、コーチ公認ですから。犯罪を監視官から寄宿者ですか。寄宿者ですから。今日休みでしょ。暇してんでしょ。ノックぐらいしなさいよ。まったくもういいじゃない。勝手知ったるみゆきの家ってね。どう、暇なんでしょ。街行かない。ショッピング行こうよ。足長いね。でもさ、昨日は残念だったわね。ま、この前まではさ、二人でダフってばっかりだったんだからさ、気にしててもしょうがないよ。そうなんだけどね。それより昨日のゴルフ楽しんでないって言われたのが気になっちゃってさ、なんていうか特訓を受けてさ、少しはまともに飛ぶようになって、次はここにとか思っちゃって。欲張ってんのかな。欲張ってた。それよ、それもしかして。ヘキルちゃん、そうそう、練習嫌いなんだ。なんでそこまでヘキルになったのよ。もうなってなかった、まだ。もしかしてあんたコーチのことバカ言ってないでよ。そうだよ、今は楽しんだもん。ゴルフ、そうだそうだ、ちゃんと飛ぶようになってる。まだまだまだ二人はそんな関係になってない。これからそんな関係になるかもしれないけど。すっごく。コーチなんてただの鬼よ、鬼。たださ、言う通りに練習してたらちゃんと打てるようになっていくから不思議よね。鬼だそうですよ。でも絶対優しくない、あんなコーチ。絶対彼女なんてできないわ。そんなものなの。1年生の間じゃ結構人気あってさ、実は結構羨ましがられてんのよ、あんた。お、クソ、クソコーチ人気ある。え、私も結構好きなんだけど。僕は今の時間差年62歳にビビったんですよね。たまんないわ。それにかっこいいし、CM じゃ一緒に。いやいや、あのコーチなら厳しくされてもついていく。お、いいじゃない、みんな。はいはい、たぶんはお嬢様みたいなのが好みだと思うね。はじめは逃げたじゃないの。特訓を受けている方はたまったもんじゃないわよ、まったく。来るものを拒まず。明日からまた地獄。どうされて。Now get the chance。 暗くなってないで、ほら行くわよ。いや、しょうがない。ゴルフだから。対抗戦も終わっちゃったし、
私もプロを目指すのかな。まさかね。よし、次は単位の取得だ。留年するわけにはいかないもんね。ジミー鬼神も言ってた。そうとなれば練習練習。高木始めるぞ。どうした、対抗戦が終わって気でも抜けたか。いえ、そんなことは。単位も取らなきゃいけないし、留年するわけには。バカ野郎、そんなことでどうする。目標が小さい。もう終わったと思ってるのか。そうですね、新行寺さんとの約束もあるし。そんなことは後でいい。来月の学園内トーナメントの開催は近いぞ。出場して優勝を目指せ。そんなの無理です。ナンバーワンといえば早乙女さんですよ。どうぞ、今からどん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 熱くなれよ。もっと熱くなれよ。それに美咲先輩だっているし。美咲はな、あの学見たか、あの学園対抗戦で負けたのだろう。それぐらいの実力しかないんだよ。いきなりナンバーワンになれとは言わんが、やる以上は狙え。はい。学園内トーナメント大会を行う。トーナメント参加メンバーは後日掲示板に発表する。選ばれた者は実力を出し切って試合に挑め。以上。ズズ来月の学園内トーナメントは来月にあるんだ。だから頑張れ。よし、じゃあやり直そう。ここまで来たあれだけど。こっちに負けたやつの分岐セーブしといて。勝てる勝てる。あれくらいの実力なら、あの新行寺さん大したことないわ。勝ったバージョンで、勝ったバージョンずっと勝ってないと確か、あの全米ナンバーワンはなれなかったよね。確かね、途中で負けてたりしたら。ここ負けてもいいんだっけ。そして時が少し戻ります。ゴルフの名門時は戻ります。セントマスターズ場。つやつやん。負けたのコーチの指示ミスだけですもんね。そう。よし、大合戦だ。あら、飛ばせないかな、これ。沈む。いけるよ、飛ばせる。こんなこと。こら、そんなこと。一括カットはできないか。こうまで。そっと見、なんだか。あら、私。みゆき、ありがとう。いい、私、あんた、ロイヤルデューティーさんからです。新行寺さんに、勝っとかないとね。なかなか元気ね。あなた、さ、こと、こ、こんな、だい、こ、それ、あなた、そう、その、本日のヘンテコな沼地2回目。小さいとか機械の2年目そうな今年今回去年その私もうしかでもすぐにでもそろ頑張る。はいはい、よし行こう。この新宿に行こう。ただホールが変わるんだよね、これ。ホールランダムだからね。毎回同じじゃないからな。苦手なホールが来るとダメだね。風なし、OK じゃない。風ないよ。風がない。音がランダムというのがくせもの。そして BGM の投げの変更、そう簡単に勝たせてはくれないのね。そう簡単にはね。そうなんですよ。あ、おい。大丈夫か。
もう危ねえ。結構前は正確だったのに。コーチ、フェアウェイキープです。次の指示お願いします。焦るね。163、お、ぴったりじゃん。まだまだムラキがあります。まだまだムラキがあるね。ずれている。ねえ、マンガいた。意外とこれランのあれが結構あれだね、手前なんだね。目玉です。どうすればいいんですか。いつも通りだ。はい、目玉だ。下打って、あ、待った、あ、下だな。バコバディ。オッケー。157、ごめんなさい。グリーンオンしました。目玉は毎日やってるだろ。どうだろう、中止だ。これどうなってんの。あぶねえ、あぶねえ。コーチ、パーです。次はバーディーに入る。よしよしよし、パーだろ、パーだろ、アイテム。楽器コンタ。よしよし。プレーオフあるのかなこれ。牛が引っ込んだ。ハムスター。牛に見えた。向かい風6メートル。うわー、ちょっとここ嫌だね、嫌だね。正確な、ここは正確なショットいかないとダメよ、これ。コーチ、気合はどれだけ。とりあえず10使ってこいよ。コーチ、任せてください。よしよしよし。コーチ、フェアウェイキープです。16、1番あげようよ。イーグル、イーグル、イーグル、イーグル来い。コーチ、気合はどれだけ。残り10か。コーチ、任せてください。これで入れるわ。イーグル、イーグル。なあ、もうちょいあれか。パワー上、もう一本上か。なんとかなりますか。問題ない。落ち着いてた、落ち着いてた。ジロ、よし、落ち着いて。これあんまり転がらないんだよね、転がらないんだよね。グリーンオンしました。パッティングは任せてください。半切れ気味に落ち着いてますって言ってましたよ。よしよしよし。いやいや、削なんぞ。次はバーディーになります。よしよしよし、ゴブゴブゴブゴよ、ゴブよ。よし、パワー5、ここでイーグル取ろうよ。お、ちょうどイーグル狙いやすいコースじゃない。怖い怖い、ここは。よしよしよし。
コーチ、フェアウェイキープです。次の指示お願いします。64乗ってるね、乗ってるよ、いいよいいよ。うわー、なんかアイアンが悪いね、アイアンが悪いね、なんかね、みゆきちゃん、バンカー信じられない、アイアンがなんか思ったより飛ばないね。強めに打て、わかりました、よし、アイアンが悪いなんて。あぶねえ、オッケー、やってみるもんよね、攻めてみてよかった。お、ゴブか、そうやるな、はるか、さっきと違うな、さっきのさっきのはるかと違うな。この妹なのかな。さっきのやつと違うね、なんか。コーチ、フェアウェイキープです。次の指示お願いします。アイアンがね、みゆきちゃんちょっとダメなんだよ。2番あげるぐらいでいいんじゃない、アイアン。2番にはちょっと上げすぎかな。おや、あ、オッケーオッケー、あー、あー、やりすぎた、うわー、失敗。グリーンオンしました、パッティングは任せてください。いやー、これは厳しい。もう大丈夫、もうずらさなくてよかった、1メモにずらせばよかっただけだ。うわ、ここでボギーか。ちょっと足りなかったわ、せめてパーセーブしないと。ずーっとパーセーブしてんな向こう。コーチのセクハラレッスンされちゃう。これどっか見たことあるな。あー、ここはやられたコースだ。
コーチ、フェアウェイキープです。これあれですよね、夏だったら記憶ありますよね。当分3番にまで、4番でちょっと上打つわやな。4番やちょっと下がってくかな。3番でやっぱり上打ったわやな。あ、ダメだ。あー、オビー、信じられない。うわマジか、2番上げるの、2番上げなのか。なんで信頼さん上がった、わら信頼さんが、なーい。あー、2番でもダメじゃん。うわぁ、ちょっとここ何番上げる、3番上げるってこと。164だよね。あ、あ、間違えた。2番上げるってさっき今3番だったっけ。2番がいいやん。4番を2番にするわ。あー、2番でちょい、あー、うん、ちょっとオーバーだな。これはインディセルしよう。時が戻ろう。あそこ2番上げよう。時が笑。2番ですね。時をかける少女。3ゴルフの名門セントマスターズ女学園。ここには将来トップゴルファーを目指す。はい、今日も始まりました、ここバーディチャンス。よし、イメージトレーニングはバッチリやったな。ただここ負けてもね、負けても勝っても変わらなかった気もしないでもないけどな、エンディングに。進むのは変わったと思うんだけど。172号線で、そう、あのゴルフだね。今日始まるの遅いな、こら、こん、まあ、毎年ここまで、さて、な、あら、うちの中に5年連続賞金状を得た。5年連続賞金状をね、それ調べればすぐ分かるんじゃないですか。あんた、どう見たらなんか隠れた名作感がすごく感じてしまった。ブレイブさんね、これはね、本当にね、名作で、隠れた名作。なかなか元気ね。あな、さあ、こんなの、大根、コース、それに、あなた、そう、その、いや、せいぜい、PC エンジンは名作しかないですもんね。ねえ。彼女、小さい。まあ、PC エンジン後期のゲームは大体隠れてますね。大体まあ隠れてますからね。グラッケ、今年、スーパー CD ロボですね。その私もう声が出るから、ね、ヒューカードではちょっとね、ここまでの声が入りませんね。みでもそろそろ頑張る。はい、よし、コースが出た2番上げよう。さすがだ。いきなり7メートルの風。2万もするのか。よし。え、今そんなにしてる。結構ずらしたね。よし。コーチ、PCF エアウェイキープ隠れちゃってますけどね。でも。ウッドはね、結構ウッドは結構この子いいんだよ。あ、
ターリングレッドコース。ラフに入っちゃった。なんとかなりますか。まだチャンスがある。はい。足で切り出せら。転がすか。ああ、だから転がる。14,300円でした。わーお高い。高いよね。よし、オッケー。コーチ、バーディー。次はバーディー狙います。よし。あ、アルカちゃんバーディー取ってんじゃん。一番最初が弱かったのにねボギー取ってたりしたのに。まだまだ、ここだ。ここにフェアウェイ行こう。フェアウェイ、フェアウェイ、フェアウェイキープ。向こうもリセットするたびに強くなっている可能性が。よしよし。コーチ、フェアウェイキープです。次の指示お願いします。アイアンね、飛ばないんだよ。2番打ち合おう。2番ね。あ、飛んだ飛びすぎた。1番でよかったな。1番あげる。フェアウェイキープです。次の指示お願いします。2メモリでよかったか。3メモリ、2メモリだね。サンドイッチは2メモリ。グリーンオンしました。パッティングは任せてください。ちょっと待って、書いとこう。メモメモ、サンド、エッジウェッジは2メモリ、サンドイッチは2メモリ、アイアンは、あれだ、1番上げる。でもあの OB のホールは2番上げるね。2番上げる。ちょっとなんかずれてる。ちょっと1秒で見ます。コーチ、バーです。竹の子チャンネルさんからです。サンドイッチじゃないよあそこでバーディー取ったか、はるかちゃん。風がない。ナイショ、ナイショ、ぴったり。コーチ、フェアウェイキープです。アイアンが安定しないから。次の指示お願いします。189。あ、4番でいいやね。風もそんなに1メートルだと関係ない。おったー、来たー、来たー、イーグル、イーグル、来た、イーグル、イーグル、やったぜ、イーグル来た。お、向こうボギーだ。やったぜ、ここで逆転。いい、いいがいいね。あのヘキルちゃんのいい、いいがいいね。イーグル、イーグル。
きましたか。うわっ、ちょっと台風じゃない、15メートルだよ。強烈なアゲンスト、ちょっとこういうのやめて、こういうの。しかもパワー5のとこで。うわー、だいぶ飛ばない。上叩いた方が良かったか。コーチ、フェアウェイキープです。次の指示お願いします。194ぴったりだけど、1番でいいんじゃない。1番で上だから、いや3番でよかったか。危ねえ。ラフに入っちゃった。なんとかなりますか。イグレット、安全な位置まで気づくんだ。やってみます。よし、ラフはいつもの見受けた。ここもあれだね。いや、鬼メモリだけど、風吹いてるからな。このままいっていっか。ラフに入っちゃったとか、そんなこと言っちゃダメ。オッケー。今うまいこと言いましたか。今うまいこと言っちゃった。うわー、ここは沈みたい。ここバーディー取れ。グリーンをしました。パッティングは任せてください。ここは、ちょっと、どんぐらいですか。パー使おうか。コーチ、気合はどれだけ。15。打ちます。期待してください。まあ、パッティングはもともとうまいけど、正確さを聞くんだ。あー、ダメだった。全然曲がらないじゃん。うわー、パッティングはあまり意味ないのかこれ。修正とかないんだね。うわー、パワー上げるの忘れた。うわー、しまった。ここでボギー。これは痛い。せめてパーセーブしないと。風が強かったから、さすがのはるかちゃんも風強いんじゃない。うわー、1打3になった。風が強すぎた今のは。ちょっと、お、風がない。いいよいいよいいよ。おいしいね。コーチ、フェアウェイキープです。次の指示お願いします。転がして転がして、どんどん動いて、転がしてて、おい、わー、転がしてきた。わーわー、マジかー。うわー、転がさなきゃよかった。普通でよかった。普通でだったら、でもあれだったかな。あー、まあ、転がしてパワー弱めでよかったな。かわいい声聞けて嬉しい。そう、これぐらいでよかったな。それじゃ結構かなりあれだね。一メモリ落としただけでかなり変わるな。コーチ、フェアウェイキープです。次の指示お願いします。メモリ上げて、メモ通り上げなきゃよかった。グリーンオンしました。パッティングは任せて。あ、追いつかれちゃった。これで追いつかれちゃった。
あぶねえ。ちょっと足りなかったわ。せめてパーセーブしないと。さあ追いつかれた。後半でリードできるかな。みさき誰とやれたらの。でも私がせい。みさきは弁明のコメントがないね。矢印2回目。お、パズリー。うわーうわこれ怖いな。バディチャンスフォーミー。7m、 7m がちょっと引っ越しの方がいいよね。ここはもう気合はどれだけバッチリいて、全てをかけて頼むよ。立ちます。ここ大事。よし、 OK。逆バディちゃんフォーミー。あー揺らさなくてよかった。いやーコーチのミスだこれ。揺らさないでいいのかこれ。おいほい最悪だぜ。まあ、パーできたけどよかったけど。おじさんが龍です。あと3ホール赤と大門さんです。これはコーチ責任取って丸坊主にでもなりますか。うわこれ初めてのコースだねこれね。いやーここに刻むか。うわーちょっとどこ行ってくの。バンカーアゴで。アゴが邪魔してうまく打てそうだ。うわー練習思い出せ。やります。うわ次がまあ問題だねこれ。これ絶対これ落ちるよこれ。ランコミだからこれ。145ぴったりじゃ池ポチャ間違いなし。というわけで2番上げる。2番上げて下げとけばいいだろう。ダンスの気合い入れる。コーチ気合はどれだけ。フルパワー全てをかけて打ちます。あ、ウォーターハザードあるの。うわさっきなかったとこないと思う。うわーここで痛いな。時が戻る予感か。時が戻るなこれ。そんなしょぼん。ここのホール初めてだから。女子を泣かせるなんてとんでもねえやつだ、わら。グリーンオンしました。パッティングは任せてください。ほいほい。崩れちゃった。いやー挽回できないよこれ。これは挽回できないね、うん。
とでも2番だからバーディーバーディー取れたらワンチャンプレーオフあったかもしれないから やっとけばよかったかな。米印たけさん、勝てそうなんだけど勝てないな。ゴルフの名門セントマスターズ女学園、ここには将来トップゴルファーを目指す少女たちが。やはり5つのイーグルよりコツコツバーディーの大切さが知りますね。コツコツバーディーだね。あのコース来たらちょっとまた失敗するかもしれないね今のコースは出てこないでちょうだい。あとあの OB が来るやつ。コツコツバーディーチャンス、コツコツバーディーチャンスだね。精一杯だったから負けちゃったんだよね。し、あなた、さあ、今年、こんな、大、こ、それに、あなた、さあ、その、せん、さ、彼女、小さい、とか、期間、2年で、さあ、ない、今年、今回、よし、こっちも機械のような正確なショットで。もう、しか、でも、すぐ、に、でも、そろ、がんが、はい。工藤優里さん、ありがとうです。はい。元賞金女王。ナイショ、ああいいね、ぴったり。コーチ、フェアウェイキープです。次の指示お願いします。145だとバンカー行くな、これ。バンカー行っちゃうよね。バンカー行くそうだな、これ。なんか超えるかな、ギリギリ超えるかなとか。じゃまた1番上げて、アイアンはちょっと1番上げた方がいいな。1番上げて、ここ狙い、これあーま、超えないか。一番上げても顎が邪魔して、うまく出そうにありません。これ信頼上げるチャンス。トレイバンカーから出すんだ。はい、わかり、きたー、よーし、カーブからどうなったのかねやってみるもんよね。よしよしよし、よし、オッケー、一打リード。はるか、はるかボギー出さないね。なんか1回目対戦した時ボギー出してたのにね。いいよいいよ、いいよ。残り8番、18番じゃないだけ気が楽だ。あーっと、これは新キャラ、新キャラじゃないかも、前出てたね。
これはちょっとあれだね。怖いね。パー5、ここパー5。怖いなぁ、あの。次の指示お願いします。みゆきちゃんあれだよね、なんあそこら辺になると急に飛距離が落ちちゃうからな。ブス診療時はパーキープをベースにバーディーチャンスはものにする必要がありそうですね。そうですね。あ、嘘だろ。あー、ラフだ。うわー、ラフか。バーディーチャンスが確実に。フェアウェイとは違うぞ。あら、下がった。根性あるのみだったか。うん、2番あげよう。ああよかったよかった、2番3番上げてもよかったな。顎が邪魔してうまく出そうにありません。下を叩かないよう気をつけろ。はい、よし。なおしコインさんがりです。フェアウェイキープです。次の指示お願いします。うわー、こうバーディーチャンスを逃したな。だー、あげるんだった。サンドイッチあげろって書いてたのに。ちょっと信じられなかった。ラックスメモちゃんとやっぱりあげた方がいいや。うわ、追いつかれた。まだまだ負けたわけじゃない、負けたわけじゃない。お、ここはラックスさんはラックスメモを信じないからな。ラックスメモ信じないからな。4番でいくとね、4番でちょっと4番飲んでね、正確に行こうか。ここコーチ、気合はどれだけ20いて、全てをかけて勝ちます。ラックスのメモは暗号みたいなもんだからな。おー、いいじゃない。ここはバーディーチャンス本物にしよう。国土交通省かな。よし、来た。やってみるもんよね。攻めてみてよかった。古文書と同じなんです。読み解けばものになる、読み解けないとただの爆笑メモ。よし、1打差勝ってる。4番ホール。うわー、ブーメラン。6メートルの風、これは厳しい。なんか木に当たりそうで怖いな。あー、危ねえ。当たるじゃない。フェアウェイキープです。次の指示お願いします。うわ、木に当たるね、これね。木に当たっちゃうよこれ。木に当たるんだけどこれ。
どうしようもないね、これ。木に当たっちゃうよ。どうしようもない、これ。待って待って。これ出した方がいいね、これ。出せる？出せるな、まだ。よしよし。コーチ、フェアウェイキープです。次の指示、お願いします。12メートルなんて、1、2、3番上げようよ、3番。あ、ちょっと待て待て、あー、しまった、パワーを上げてなかった。3番上げてもパワー上げなきゃ。うわー、ほらうわー、しまった。コーチ、池です。どう行けばいいんですか。これ浅瀬の場合はいいんだ。下を叩かないで入れてみろ。はい。うわー、ここでまたリードされちゃうか。うわ、ダブルボギーだ。グリーンを、1打差逆転。ここで追いつきたい。大丈夫だ、すくい上げろ。難しそうです。お、プラスなんだった。いいよ。あー、これだ。風覚えとかないといけないな。なんとか入った。コーチ、バーです。うわー、バーディーだ。2打差つけられた。2人そのなかなかハロガちゃん崩れないな。でも私せいぜいバーディーちゃん for you。 3回目の顔。ここで逃すしかないね。もう、うわ、ここいやらしいとこに。バーディーちゃん for me。よし。コーチ、
あ、惜しい惜しい。グリーンオス、バディちゃん、ビン、よしよし、やってみるもんよね。よしよしよし、一打差。まだいける。バディちゃんフォーミー。うわー、ここでラフったか。バンカーじゃなかったね。うわー、バンカーだ。顎が邪魔して。シールされて。球の位置をよく見ろ。行きます。サンドイッチ以外でいける。このゲームだったらいけるかな。サンドイッチじゃないとダメ。パンかダメかな。いける、一応入れるけど、ちょっと試してみるか。サンドイッチ以外でゲームによってはいけるかもしれん。バディちゃんとビー、いけるといえばいける。ラフに入っちゃった。色の通りだ。はい、よし。パッティングを任した。よし、バーディー取らない、厳しいね。連続バーディーで行くしかない。幸いにもコース理解は簡単。風がちょっとあれだけど、バディちゃんとミー。あと、キャイン、プランコーチ、気合はどれだけ。次のホールを考えても20いけるな。すべてをかけて、打ちます。ほいほい。コーチ、フェアウェイキープです。よし、グリーンオンしました。パッティングは任せてください。よし、けあー、うそだー。あー、ここずらさなくてよかった。うわあ、だ、一打差だ。プレーオフ持ち込むぞ。任せた結果がこれだよ。笑。うわあ、斜めとるかで。これはやばい。バディちゃんとビー。コーチの悲鳴はセキュちゃんじゃない。いやいや。ここからちゃん
よしよしよしグリーンでもバーディーが来た。パッチングは任せてください。ほら任せた。よし並んだか。これでプレーオフ来い。プレーオフ来い。よし、あ、勝った。やったー、叩いてる。はるかちゃんボギーなってるじゃん。よし逆転、やったぜー。ふぅ、勝った場合どうなるかな。人気を10上がった。パチパチパチ、ありがとうです。まさかの、はるかちゃんが叩いてくれた。まさか最後にプレッシャーをかけたが、さあ、とめさん、美咲先輩、いやいややりました。どんたくじゃない。みゆき、よくやったわね、みゆき。ちょっと美咲先輩、あんな大口叩いて負けて、美咲だけ喜んでないと、あいつ決めておきますか。まさか、美咲先輩、私は勝ちましたよ。そう、勝ちましたよ。どんな気持ち？勝てるなと思っていなかったの。ごめんなさい。あ、そう、早乙女先輩まで。私だって勝てるなんて思っていませんでした。ねえ、今どんないからく。でも勝てました。勝てました。みゆき、あなた。今日もすっごく楽しかったです。そう、勝ったから楽しいんだ。緊張してドキドキしちゃったけど、よくやったわ。まさか勝てるなんてね。お、先輩が出れたか。出れたか。ごめんなさい、ひどいこと言っちゃって。あ、出れた出れた。ひどいこと言っちゃってごめんなさい。いいんです、美咲先輩、当たり前ですよ。美咲先輩が言ったのも。でも今日一生懸命やりましたよ。ちゃんと謝れる子だった。ちゃんと謝ってきた。ごめんなさい。あなたのゴルフ、先輩は負けたんですよね。先輩負けたんですよね。いえ、楽しんでやらなきゃいけないのにね。先輩楽しんでなかったですよね。でも、美咲先輩、残念でしたね。それは言わないでよ。分かってるわよ。残念でしたって言わなくても。青いの笑わへんだもの。大事なことを忘れていたんだからね。あなたのプレー見てたら思い出しちゃったわ。ただ楽しんでゴルフを始めた頃の自分をね。残念でしたね。ポジティブに傷つけようにリズムスタイル。これから大変よ。あの新行寺さんに勝っちゃったんだから、マスコミからも注目されちゃうわよ。いい1年生が入ったじゃない。お、新行寺さん負けた気持ちはどんな気持ち。まさか。でも腕組みしてるわ。私が負けるなんて思ってもみなかったわ。試合前に言ってたことが分かったわね。楽しかったわ、今日の勝負。いつも機械のような正確なショットとか言われて、それだけになってたみたい。でもね、新行寺さんはパーだけのゴルフをしてた。バーディーほとんど取ってなかったわ。攻めてみないとゴルフは楽しくないわね。それが範囲よ。機械のようにパーセーブする。いつもつまんないゴルフをしているのね、私は。新行寺、でも私は気をかけないと思えないのよ。結構めちゃくちゃな攻めをするのね。それともそこのキャディーさんの指示かしら。私の指示です。結構いいこと、金をかけないと思え。私もうかうかしてられないわね。そうですか。コーチは全然いい人じゃありませんよ。だって厳しいばっかりだもん。あ、言っちゃダメですよ。聞いてる聞いてる。もうドローンで全部あのセリフ聞こえてるから。戦えないけれど、もう一度あなたとやりたいわ。靴をドローンがんで飛んで中継されてるから。やりましょう。今日すっごく楽しかったです。全世界配信なのよ。全世界配信だよ。当然あなたもプロを目指すんでしょ。同調。私はまた留学するわ。同調じゃないけど。新しいゴルフを見つけるために、プロを目指すために、それもトッププロをね。早乙女さんもでしょ。高木さん、新しいゴルフもっと練習してないとダメよ。
バーディー狙いのゴルフでしょう、ね、今回はパー狙いのゴルフだったから新庄さん今日も結構危なっかしいところがあったわね。私に負けたのにプロになれるんですか新庄寺さん、東京は観察、東京のプロですからね。それじゃ、ビリヤードみたいなゴルフですか。次は本当にプロの世界で会いましょう。ビリヤードみたいなゴルフじゃ厳しいよ。第3話学園トーナメント開催、ナンバーワンは誰だ。結構大きいな、みゆき。早乙女さんも新行寺さんもプロ目指してるなんて。まあ当然か。みゆきちゃんとブラつけないと胸が垂れてきちゃうぞ。垂れちゃうぞ。私なんてやっとショットがマシになったってとこだもんね。嬉しかったな。早乙女さんといっぱいお話できちゃった。僕も同じですね。さて、今日はコーチもお休みくれたし、どうしようかな。久々にチエでも誘って町へ行こうかな。チエいるかな。町へ行く展開は同じですね。みゆきいる来ちゃった。今日休みでしょ。見ましてんでしょ。あ、そうなんですか。ノックくらいしなさいよ。寝るときはやらない方がいいんだ。まあ締め付けてるからあれかなね。勝手知ったるみゆきの家ってね。いやまあ生徒がやっぱり暇なんでしょ。不純異性行為とかしないかなと思って、ね、ショッピング行こうよ。コーチとして当然もうね、ナイトブラがあるくらいだからどうかな。プロゴルファーにちゃんとねスキャンダルとかがあったら大変だからね。よくねプロになった後過去を暴かれちゃったりしますけれども、ね、過去にこういう過去がないようにね。流出写真とかね、にゃんにゃん流出写真とか撮られないようにちゃんとしとかないとね。もう悪い虫がつかないように監視してる。新行寺さんに勝つなんて思ってもみなかったわ。ここセリフちゃんと変わってる。この前まで二人でダフってばっかりだったのに。コーチ厳しいからね。あれだけやらされれば少しはちゃんと飛ぶようになるよ。ほんときついんだから。それよ、練習嫌いのあんたがベッドの上もグリーンの上でもなんでそこまでできるようになったのよ。もしかしてあんたコーチのこと気に入ってんじゃないの。バカ言ってないでよ。今は楽しんだもん、ゴルフ。ちゃんと飛ぶようになったらさ、気持ちいいの、すっごく。いいね、気持ちいいの、すっごく。いいか、コーチなんてただのいいのか。言う通りに練習してたらちゃんと打てるようになっていくから不思議よね。でも絶対優しくない。あんなコーチ絶対彼女なんてできないわ。ふーん、そんなものなの。1年生の間じゃ結構人気あってさ、実は結構羨ましがられてんのよあんた。2年生、3年生はどうなの。あの厳しさはたまんないわ。それにかっこいいし。ちえちゃんは結構 M なのかな。厳しくされてもついていく。 M 気があるのかな。はいはい、言ってなさい。はじめは逃げたじゃないの。特訓を受けている方はたまったもんじゃないわよ、まったく。明日からまた地獄ね。暗くなってないで、ほら、行くわよ。みんなやってる。なんか気が抜けちゃったみたい。対抗戦も終わっちゃったし、私もプロを目指すのかな。バディちゃんとみ、ね、よし、次は単位の取得だ。留年するわけにはいかないもんね。性質はいいな。そうとなればね、イーグル、イーグルがいいよね、やっぱりね。イーグル、イーグル、あれが最高ですね。もう竹井始めるぞ。どうした、対抗戦が終わって来ても抜けたか。いえ、そんなことは。
ビシビシ今日からいくよ。ビシビシタイムを取らなきゃいけないし、ビシビシいくよ。留年するわ。イーグルイーグル、負けろ負けろ、そんなことでどうぞ。目標が小さい。もう終わったと思っているのか。まだまだこれからだぞ。ビシビシいくぞ。そうですね、あと2年間まだまだビシビシいくぞ。三つ子以上の練習を課すぞ私は。そんなことは後でいい。来月の学園内トーナメントの開催は近いぞ。使用して優勝を目指せ。そんなの無理です。ナンバーワンって言えば早乙女さんですよ。それに美咲先輩だっているし、他の先輩方だって。いきなりナンバーワンになるとは言わんが、やる以上は狙え。後日掲示板に発表する。選ばれた者は実力を出し切って試合に出る。以上。はい、というわけで勝ったバージョン、勝ったバージョン、ようやく勝ったバージョンだ。よし、ようやく育成の部分が。バディチャンスとミー、あ、それもうこれ正確さとか99がマックスだったんだっけ。あとはそれを下げないように調整していくだけだったような気がするんだけど、体力は255だったっけ。体力ないくらだったかな。正確さとかはみんな99だったよね。よし、まずじゃあウェイト、筋力アップ、じゃあ体力アップ、あ、これ筋力アップだっけ。ウェイトは筋力アップ、水泳体力アップ、それから、あと何だっけ、パッパッとパッとね、パッとパッと練習で温泉入って、温泉バディちゃんフォーユー。よし、筋力が上がったような気がします。コーチ、先輩を見習え。正確さが上がったような気がします。そう、それは別だぞ。別の高校パッドレベルが上がったような気がします。休養も取れました。よしよし、もう筋力も切る。本当へって言うとよ、100いったっけこれ。バディちゃんフォーミー、ここにパッド練習よ。同じとこでやったら同じ練習ばっかりとか言われちゃうから。自転車飛びたつの、おいおい、コース練習は何が分かるんだっけ。コース練習、信頼度はあれだね。信頼度はあれでコースで上げていくしかないのかな。お腹が空いた気がします。お腹が空いた気がします。ライド遊園地で上がるかなとか、合宿で何が上がるの。バット打って自転車やってコース出て、バディちゃんとミー。コーチ、終わりました。上がったような気がします。よし、筋力が上がったような気がします。正確さが上がったような気がします。パッドレベルが上がったような気がします。よし、あ、100だ。みんな100は最後だったっけ。100最後だね。越えて行きたい気がするだけで気のせいだよ。いや、ちゃんと勝てる。もうどれもみんな100になった。じゃあ、あとは下げないように、あ、下げた方がいいのこれ。ダウンと
100以上上がんなかったよね、確かに。いや、ちょっとね、遊びも、ショッピング。行こうか、海水浴行って。で、体力はどうだったっけの。4メーターダッシュ。ぽいぽい。待って、最初に映画行っとこうか。ショッピング行って、海水浴だけど。ぽいぽい。ナイスショッピング。ヤッホー。400メーターダッシュ。400メーターダッシュダッシュダッシュ。400メーターダッシュダッシュきついよ。400メーターきついよ。コーチ、終わりました。体力が上がったような気がします。休養も取れました。あったか下がった。どれも下がった。よし。ほらだー、ギャグ。バディちゃんとみ。あっといって。縄跳び。ダンスの。おいおい。ランニング。4000、これで4回目だよね。縄跳びは胸が揺れて最高です。プルン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 、おいで、プルンプルン、おいよ、わっしょいわっしょい。コーチ、終わりました。体力が上がったような気がします。パッドレベルが上がったような気がします。休養も取れました。よし、正確度パッドがあれだね。次は5回目。バーディーちゃんぽみ。迎えてバーディーダンスの、ここにパッドを入れる。アイアン打ちっぱなしを入れて、自転車入れる。よし、5回目。5回で試合かな。ワクトリお疲れ様。ロコキッドさんいらっしゃい。上がった気がしますわ。シャイニングフォースのヨーグルトがレベル上がった時みたい。そうなヨーグルト、そんな上がった気がしますだったっけ。冬の海水浴はありますか。あ、冬でもね、ありますあります、はい。季節あったっけ。季節ないよ。コーチ、終わりました。体力が上がったような気がします。正確さが上がったような気がします。休養も取れました。あれ、パッドレベルはレベルは100以下だないけど、まあまあいいや。よし、じゃあ来週試合からですね。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。一緒にゴーゴーバーディーチャンスは毎週日曜日やってます。来週は学園内トーナメント。オツです。オツオツでした。オツオツでした。オツオツオツでした。オツでした。最後はシャワーを浴びて終わりにしました。オツオツ、はい、オツでした。シャワーを浴びよ。オツオツでした。はい、ようです。